皆さん、こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、私この間、面白い名前の駅を見かけたの。面白い名前の駅？そう、千葉港駅って言うんだけど、人の名前みたいじゃない？人の名前みたいな駅は、実は全国にたくさんあるんだ。ということで今回は、人名っぽい駅名を紹介していくぜ。まずは、女性の名前みたいな駅名を紹介していくぜ。トップバッターは吉川南駅だ。同名の人が実在してもおかしくなさそうな名前ね。吉川南駅は、埼玉県の JR 武蔵野線にある駅で、平成24年3月開業と、比較的新しい駅なんだ。地名である吉川と、駅がある場所の地名、南を合わせた名前になってるぜ。駅名の市民公募では、131件もの案が出たんだ。数ある中から選出された名前なのね。他にも吉川ナマズの里や、武蔵吉川といった候補があったが、最終的には吉川南に落ち着いたぜ。私の個人的な意見だけど、吉川南が一番可愛らしくていいと思うわ。次に紹介するのは秋田県にある駅で、JR 奥羽本線の井川桜駅だ。これも可愛い名前ね。どんな由来があるのかしら？この駅名も公募によって決まったぜ。近所に桜の名所、日本国家園があることから、地名と桜を合わせた名前になったんだ。吹き抜けのあるおしゃれな駅舎にも、桜模様があしらわれていて可愛いんだぜ。クリスマスシーズンには、ライトアップもされるんだ。日本の国家である桜をモチーフにした駅なのね。首都圏からは少し遠いけど、ライトアップは気になるかも。お次は、京都丹後鉄道の丹後由良駅だ。駅の近くを流れる由良川が由来だぜ。ヨットの方をイメージした、コテージ風の駅舎が可愛いと評判なんだ。丹後が先についているのはなぜなの？由良川が由来なら、由良駅でも良さそうだけど、丹後由良駅が開業した当時、すでに山陰本線に由良駅があったんだ。その駅と区別するために、京都北部の旧国名、丹後をつけたんだな。なるほど。この駅や付近にある由良川橋梁は、エアーや軽音の舞台となっていて、アニメファンの間では、聖地巡礼のスポットとしても有名だぜ。空と海の青に一直線の橋梁が生えていて、とても素敵な場所ね。次は、滋賀県にある JR 湖西線の駅、大見舞子駅だぜ。おしとやかで古風な女性って感じがする名前だわ。大見舞子は、琵琶湖八景の一つ、涼風を待つ崎の白堤に選ばれた景勝地で、白堤で名高い兵庫県の舞子浜になぞらえて、大見舞子と呼ばれるようになったんだ。駅のすぐ東側が琵琶湖に面していて、夏場は湖水浴をしに来る利用客で混雑するぜ。湖は海と違ってベタつかないし、いいわね、楽しそう。昔は、トワイライトエクスプレスや日本海などの寝台列車が、特急の通過待ちをするために、停車していたこともあるんだ。大見舞子ちゃんが、寝台列車で駆け落ちするのね。ちょっと待て、霊夢。妄想が爆発しすぎて、何を言ってるのかわからないぞ。ごめんなさい。古風な駅名だから、ついつい大正ロマンスを妄想しちゃったわ。大見舞子では、運転停車していただけだから、そもそも乗ることはできないぜ。駆け落ちは断念するしかないのね。一旦そこから離れようか、霊夢。次に紹介するのは、安中春名駅、群馬県にある長野新幹線の駅だな。平成9年10月に、高崎長野間が開業した際、同時開業したんだ。この駅も、地名が名前の由来だったりするのかしら？そうだな、霊夢の予想通り、安中は地名から来ているぜ。春名の方は、付近にある春名さんからと言われているな。そうなのね。この駅は、長野新幹線内で唯一、他路線に乗り換えできない駅なんだ。え？そんな駅があるの？新幹線の発着は1時間に1本だけ。時間帯によっては、1時間に1本来ないこともある。新幹線の秘境駅と言われているぜ。どうして、そんなところに駅が作られたの？当初、この場所に駅を作る予定はなかったらしい。だが、沿線の自治体が、県内に駅が新設されないなら建設に伴う地方負担金は出せない。といったことから、新設されることになったそうだ。住民の意見もわからないではないわね。この駅の秘境っぷりを見に、鉄道好きが来ることもあるようだから。何かに突出してるってのは、大事なことだと思うぜ。いい感じにまとまったところで、次に行きましょうか。お次は越前鉄道の三国あわら線と、福井鉄道の福部線が、乗り入れている駅、田原町駅だ。これは町名がそのまま駅名になった感じかしら？その通り。この駅周辺には、福井大学や北陸高校などの学校施設が多いから、登下校の時間帯は、学生たちで賑わっているぜ。歌人の田原町さんも、この駅が最寄りの福井県立藤島高校に通っていたんだ。田原町って、え？もしかしてこの駅をもじって、つけたペンネームなの？そう思うよな。だが、田原町は本名なんだそうだ。そんな偶然があるなんて、面白いわね。高校ではすぐに名前を覚えてもらえたらしいぜ。そりゃあ、そうでしょうね。
次に紹介するのは、天王洲アイル駅。東京モノレールと、東京臨海高速鉄道のみ路線が乗り入れている駅だぜ。外国人の名前みたい。昔、この駅周辺の土地は、天王洲と言われていたんだ。その土地を再開発し、駅を新設するとなった時に、島を意味するアイル、を加えて、こう呼ばれるようになった。そうなのね、でも、なぜかしら。どうかしたのか？この名前、駅以外のどこかで、見たことある気がするのよね。それなら、少女漫画じゃないか？ああ、それよ。昔、チャオで連載していた漫画に、こんな名前の子がいたんだわ。魔法中だな、天王洲アイルは、主人公の女の子だ。そうそう。ちなみに、先に紹介した駅の井川桜や大見舞子、丹後由良も、同じ作品の登場人物として出ているぜ。そうなんだ。駅名がキャラの名前になってるなんて、知らなかったわ。他の登場人物は、どこの何駅なのか、調べたくなるわね。お次は、兵庫県にある JR 和田岬線の和田岬駅だ。岬ちゃん、いい名前ね。こら、霊夢、勝手に擬人化するな。ふふって、どんな由来なの？それが、あまりはっきりとは分かっていないんだ。神戸港の古い名前である大和田の泊まり、から来ているんじゃないかと言われているぜ。そうなのね。和田岬線は、山陰本線から分岐する路線なんだが、兵庫和田岬間の、一駅区間しかない超短い路線なんだ。たった一駅。全長は 2.7km しかないぜ。そんな路線に利用者はいるの？それが意外にも利用客は多いんだ。終点の和田岬は、工業地帯になっていて、そこで働く人が通勤の足として利用している。とはいえ、日中の利用はほとんどないから、運行は、朝夕の通勤時間帯のみという特殊なダイヤになっているぜ。約 3km といっても、歩くとそこそこ距離があるもの。毎日のこととなると大変だし、ないと困る路線なのね。美咲ちゃんには、これからも頑張ってもらわないと。そうだな。次に紹介するのは、大分県にある JR 日豊本線の駅、中山が駅だ。中山が？どこが人名っぽいの？読み方を変えたら、中山薫になるだろ？ああ、なるほど、そういうことね。中山が駅の開業は明治43年で、100年以上もの歴史を誇る駅なんだ。駅名は当時、その周辺の地名が、早見郡中山が村だったことに、由来していると言われているぜ。当時、ってことは、今はもう地名としては残っていないの？中山が村は、昭和26年に山が町に、平成17年に木月市の一部になったんだ。駅名だけが、当時の地名を残しているのね。そう思うと、この名前にも歴史を感じるわ。次は、岡山県にある JR 紀新線の駅、美作仙台駅だ。これも、読み方を変えることで、人名っぽくなる駅だな。美作千代ってことね。名前の由来は、旧国名の美作に、駅周辺の地名だった千代を、組み合わせたものではないか、と言われているぜ。そうなのね。この地域には、後醍醐天皇が、沖に流される途中に立ち寄り、神輿を洗ったという伝説が残されているんだ。そのことから、昔は洗う台と書いて、仙台と呼ばれていたらしい。そのままの表記だったら、この動画で紹介されなかったわね。字面的にも、今の方が可愛いよな。そうね、美作千代、奥ゆかしい和服美人って感じがするわ。好きだな、擬人化。だが、そのイメージは、意外と確信をついてるぜ。美作仙台駅は、木造瓦葺きの駅舎が健在なことでも有名なんだ。大正12年、開業当時の姿が、そのまま残っているんだぜ。それはすごいわね。駅舎の前には、ポストがあるんだが、レトロな景観に合わせて、通常のものから、円筒形のものに取り替えられたらしい。どんどん近代化していく世の中だけど、こういう昔の面影を残す建物も、大事にしていきたいわね。ここからは、男性の名前みたいな駅名を紹介。まずは、竹豊駅だ。愛知県にある JR 竹豊線の駅で、地名がそのまま駅名になっているぜ。あら、この漢字って、お、気づいたか？そう、競馬ジョッキーの竹豊騎手と、同じ漢字の駅名なんだ。そんな名前のつながりもあって、平成元年には一日町長として、平成11年には、竹豊町合併45周年記念イベントのゲストとして、竹豊騎手を街に招いているぜ。日本競馬界のレジェンドと、同じ漢字っていうだけで、なんだか少しワクワクするわね。すごいのはそれだけじゃないぜ。この駅を含めた竹豊線は、明治19年に開通した。愛知県内最古の路線なんだ。昔は港まで線路が続いてたんだぜ。そうなの？日本の鉄道は、明治5年に東京新橋横浜間で開業したのが始まりだ。その後、大阪神戸間が開業し、東西を結ぶ、東海道線の建設がスタートすることになった。その時に、海外から輸入された建設資材を、陸揚げしたのが竹豊港だ。竹豊線は、資材を運ぶ運搬用路線として敷かれた路線だったんだな。そうなんだ。この路線のおかげで、東海道線ができたと言っても、過言ではないのね。竹豊線は、鉄道界のレジェンドってことだな。
次に紹介するのは、小川郷駅だ。福島県の JR 磐越東線にある駅だぜ。特撮ヒーローにいそうな名前ね。どんな由来なのかしら？駅を含めたこの地域が、小川八花郷と呼ばれていたことが、由来とされているが、詳しいことはわからないんだ。この駅も、大正4年開業と、なかなか歴史のある駅だからな。時とともに、周辺の環境も変わってしまうものね。環境が変わるといえば、昔はこの駅に、セメント会社への専用線が接続していたこともあるんだぜ。どういうこと？この駅近くの山間部では、セメントの原料となる、良質な粘土がたくさん取れる。それを、大郷駅にある、セメント会社の工場に運ぶため、輸送専用の貨物船が敷かれていたんだ。原料を輸送するためだけの線路ってこと？そうだぜ。高度経済成長期だったこともあり、工場は昼夜問わずに稼働していたらしい。小川郷駅も相当な賑わいだったでしょうね。あともう一つ、小川郷駅を紹介する上で、忘れちゃいけないことがあるぜ。何かしら？それはな、小川郷駅をローマ字表記すると、小川郷、となって、前から読んでも後ろから読んでも小川郷になるんだ。それは別に、忘れていてもよかったんじゃないかしら。気を取り直して、次の駅に行くぜ。次に紹介するのは、愛知県の名鉄名古屋本線にある、島氏長駅だ。今度は、戦国武将みたいな名前だわ。かつては島駅と氏長駅が存在したんだが、名古屋鉄道が新線の導入を、計画した際に統合することとなり、現在の島氏長駅になったんだ。二つの駅名は、地名から取っていたの？そうだな、それぞれの村の名前がついていたぜ。今の駅の場所も、ちょうど二つの地区の間を取るように設置されていて、上りホームは氏長地内、下りホームは島地内になっているんだ。二つの駅名が合体したのは、妥当だったのね。島氏長駅は、鉄道ファンがよく訪れることでも有名だぜ。そうなの？島氏長鴻宮間は、沿線沿いが見晴らしのいい直線道路になっている。車通りもあまりなく、電車の往来を写真に収めるには、絶好の場所なんだ。有名な鉄道雑誌トレインにも、この区間の写真がたびたび登場しているぜ。へぇ、そんなに見晴らしがいいなら、私でもいい写真が撮れそうね。保証はできないが、チャレンジくらいはしてみたらいいんじゃないか？ここからは、人名っぽいというかもはや人名、な駅を紹介するぜ。何それ、どういうこと？まあまあ、聞けばわかるから。まずは、岡山県の地図急行にある宮本武蔵駅だ。宮本武蔵って、あの剣豪の？そうだぜ、かの剣豪、宮本武蔵の生誕地が、付近にあると言われていることから、この駅名がついたんだ。そうなのね。あまりにそのまんまでびっくりしちゃった。駅周辺には、武蔵資料館や、武蔵の聖火などがあるぜ。聖火の近くにある佐野も神社は、武蔵が二刀流を編み出した場所、とも言われているな。大河ドラマで武蔵が放送された頃は、相当な賑わいだったでしょうね。これだけわかりやすい駅名だと、それだけでも行ってみたくなるよな。最後は、岡山県の伊原鉄道にある吉備真備駅だ。この駅名も人名なの？そうだぜ。吉備真備は、奈良時代に活躍した政治家で、二度にわたって、中国の唐に行った人物だ。唐で学んだ知識を、日本の政治文化に反映させたと言われている。唐ってことは、遣唐使とかその時代の？その通り。日本から遣唐使として海を渡ったもので、名を成したのは、吉備真備と、安倍の中丸の二人のみ、と称されるほどの人物だったんだ。その吉備真備のふるさとが、付近にあったことから、この名前がついたんだぜ。宮本武蔵といい、吉備真備といい、岡山県は名のある人を、駅名にしがちなのね。さて、人名っぽい駅名の紹介は、これで以上だぜ。どうだった？霊夢。人の名前みたいな駅って、想像以上にあるのね。今回は、フルネームっぽい駅名だったけど、名字だけとか、名前だけとかに分けると、もっといろいろありそう。組み合わせると、芸能人の名前になる駅名なんてのもあるが、それはまた別の機会にな。楽しみにしているわ。このチャンネルでは、鉄道に関する様々な情報をまとめているぜ。気に入ってくれたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくね。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。